翼だ。
ゴール。あーっと、ここで試合終了。島原敗れ去りました。第2日目、南葛はこの島原戦にも危なげなく勝ち越し、ここまでの通算成績を3勝1敗としていた。明日行われる花輪との一戦に勝てば、決勝トーナメントへの進出が果たせるのだ。よし、この調子で予選ブロックは突破だ。そいつはどうかな。この予選1組の代表は明和と俺たち花輪になるんじゃないかな。へへー、そういうこと。なんだとふざけやがって。ふん、まあ明日の試合楽しみにしてるぜ。バイバイお猿ちゃん。なに、おい、誰が猿だこの。確かに明日の予選決勝は厳しくなるぞ。橘正雄、和雄兄弟ならではのコンビプレーと速攻は今大会ナンバーワンだと言われている。現にあの明和との試合が引き分けに終わっているんだ。明和と引き分け、そしゃ。そうだ、明日の試合引き分けでは決勝トーナメントには出れない。花輪に勝たなければならないんだ。花輪か。